はるみさん、こんにちは。かんですということで、今日はですね、ジャスト率の上げ方について説明していきたいなと思います。まあ、今回はですね、すごい基本的なことをね、話していきますので、まあ、全部知ってるわって人もね、いるかなとも思うんですけども、まぁ、あ、ぜひね、聞いていただけたらなと思います。で、まあこの動画を見てる人たちはですね、白猫テニス上手くなりたいっていう人たちがね、たくさんいると思いますので、まあね、その人たちに役立つ動画っていうのをまとめてる再生リストってやつがありますので、ぜひね、活用していただけたらなと思います。まあね、前までね、これ、白猫テニス役立つ 動画10戦ってやつやったんですけどもそれがね最近ですね16戦まで進化しましたんでねまだ見てないっていうやつがあればですねぜひ見ていただけたらなと思うんですけどもまだこれ1個も見てないって方はですねもうあの1個だけしか見る時間がないってい人はですね絶対に左上のやつは見てください白猫ででスね PS の上がる基礎知識を説明ってやつですねこれを見ることによって勝率は確実に上がりますので知ってるか知ってないかでは全然違いますのでぜひね見ていただけたらなと思いますあとねラケットとかシューズについてね全然今まで考えたことないか,なかったわって人はですね交換すべきラケットシューズ 三線っていうこのの真ん中のやつですねこれも見ていいたただけたらなと思いますここでね、どんなギアをどういうキャラに持たせたらいいかとかね、どういうスロットスキルつけたらいいかとかね、そういうやつも説明してますので、ぜひね、それを見ていただけたらなと思うのと、あともう一つね、最近ね、あの僕が作った動画で、ね、これ、ラグの見分け方改善方法っていうの、左下にある,あるんですけども、まあ、これもね、あの知ってて損はないかなっていう知識ですので、まあ、よかったらね、これも見ていただけたらなと思います。すべてね、再生リストというところから見ることができますので、ぜひそこから飛んでいただけたらなと思います。 はい。というわけで、今からですね、ジャストショットについてね、説明していきたいなと思うんですけども、ジャストを打つことによって、いろんな恩恵があるんですね。まあ、一つはですね、ジャストを打つと球が速いから、相手が追いつきにくくなるっていう点と、あの、SS が溜まりやすいっていう点、あの、速いで打った時よりもですね、1.5倍 SS が溜まるようになります。なので、まあ、速いで3打球打つのと、ジャストで2打球打つの同じ溜まり具合なんで、ジャストをできるだけね、打った方がいいっていうのと、まあ、他にはですね、普通にキャラ性能で、ジャストを打った方が 方ががいいいっていうのがあるんですね例えばこの最近強くなった音声フランとかねあとクリスマスフランですとあのグッドとかジャストまああのクリスマスフランの場合はジャストだけではあるんですけどもそういう打球判定がいいのでね打ってあげるとですね球が消えたりとかリリカみたいにジャストを打つとですねこういう感じで障害物ギミックを設置することのできる高速カーブスペシャルを獲得したりだとかソアの場合であればジャストを打てばもっと球が速くなったりとかねあったりしますのでジャストを打てるようになるっていうのは非常に大事なことなんですよ。 今からですね、練習方法についてね、説明していきたいなと思うんですけども、まあ、どこでね、練習するかっていうと、まあ、別にタワーとかでもいいと思うんですけども、僕はですね、キャラトレーニングっていうところ結構お勧すすめしています。この試合からトレーニングっていただいて、このキャラトレーニングっていうところを押していただくとですね、好きなキャラを使うことができるんですね。で、どのキャラを使うかっていうのも結構ね、重要にはなってくるわけなんですけども、僕がお勧すすめするのは、ストロークタイプを使うか、ま、あ他には、あの、ソアラみたいにですね、ほんのりジャストが出やすくなるっていうキャラを使ってあげる 結構いいんじゃないかなと思います。これがあることによってですね、ジャストをさらに打ちやすいので自信がつくっていうのと、まあここら辺で打てば出るかなっていう感覚を養うことができるので、こういうキャラ使っていただけたらなと思います。で、まあストロークタイプがね、あのジャスト出しやすいっていうのは、別にストローク値が高いっていうわけではなくて、このストローク422あるから、あ,あの打ちやすいっていうわけではなくてですね、このタイプによる特性なんですね。スピードタイプやったらちょっと走りが早いとか、そういう感じの特性になってますので、まああのストローク値を上げたらジャストが出やすくなるっていう感じではないので、そこだけ。 注意していいたただけたらなと思います、まあ、ちなみにストロークタイプっていうのはですね、球の返球速度が速くなったりとかね、相手に与えるダメージが上がったりするっていうわけなんですよ。なので、その典型的な例としまして、まあ、ギガスループスとかを持たせるとですね、相手に結構ダメージ入るじゃないですか。それがなんでかっていうところ、ストローク値ってところを見ていただいたら分かるんですけども、あのプラス100、括弧150って書いてるでしょなので、合計250上げることができるんですよ。これがあることによって、相手に結構ダメージが入ってるっていうような感じになっております。 でですね、ここで戻ってきたわけなんですけども、ここでね、好きなキャラを選んでからですね、OK ってやつを押してください。そしてですね、ここでいろんなやつを選ぶことができるんですね。サーブ券を自分に持っていったりとか、相手に持っていったりとか。まあ、ああの、レシーブを多くしたいのであれば、相手をサーブ券にして、自分が先レシーブの時にもジャスト練習できるという感じなので、僕はね、あの、サーブ券は相手に渡してあげた方がいいんじゃないかなと思います。で、SH 増加量に関してなんですけども、これはね、通常でいいんじゃないかなと思います。で、ドリンク頻度も別にね、マックスとかでもいいんですけども、まああの 何でもいいですけどね、まあ、これは別にいじらなくてもよくて、スタミナに関しては、まあ、あの減らない方が永遠と練習できるので減らないっていうので、でコート属性に関しては自分が選んだキャラと相手のキャラのやつをねあのに合わせて選んでいただけたらなと思います。で、この一番右下のですね NPC の行動設定ってやつがあるんですけども、これを押しますと、相手の行動もね、あのこれで選ぶことができます。で、強さに関してはなんですけども、これ、スタンダード、プロ、スターっていうのがあるんですけど、僕はスターをおすすめします。このね、スタンダードとかプロやったりね、 相手がね空振る時がねるあんですよだからそれ結構イラッとくるんでねあの是非ともスターを選んでいただけたらなと思いますでプレイスタイルはですねあの相手に全員着てほしいなと相手ボレー攻められてるときにジャストを打つ練習をしたいのであれば全員にしたらいいですしあの後衛にしたらちょっとねスピン打ってくれるんでまあ、スライスとかの可能性もあるんですけどもまあ、それでね安定して打ち合うことができるとで、えー、とバランスやとどっちも来てくれるっていう感じですね臨機応変に対応してる感じやった かなと思いますでまあ今回は初めに関しては全あの後衛の方を選んでまあ普通に打ち合う感じをやっていただけたらなと思います。でスーパーショットに関してはですねまあ、打ってこない方がいいかなと ほんで、まあ、あ返球タイミングに関してなんですけどこれはね、始めは早いとか遅いを選んでいただいた方が、まあ、弾がね、遅く返ってくるんで、まあ、ああの、それを選んで、まあ、あ練習していただくのが一番いいんじゃないかなと思います。今回の場合はちょっと早い、遅いにしようかな。遅いにしましょう。で、返球種類に関してなんですけども、これスピンよりもスライスの方がね、球足がちょっと遅い。まあ、ただちょっと曲がるのでね、返球しにくいってパターンであればですね、スピンとかでもいいとは思うんですけども、まあ、スライスの方がね、あの、玉遅いので、始めは、はもういっちゃい始めはスライスでいいかなと。 思いますで、スタイルに、ね、関しては、あえてね、あのー、何やったっけ、新規転生きたキャラなんでね、あの選べる感じになってるんですけど、これはほんまに何でもいいですね。まあ、オールラウンダーとかに、ね、しておきましょうというか、で、ここからッ OK って押していきたいなと思います。というわけで、まあ、始まりました。まあ、相手がね、サーブってくれますので、こっちらレシーブでね、どんどんジャストを打っていこうというような感じになっております。こうやって狙いを定めて、ドンあ、ジャスト全んかった。 <laughs> まあこういう感じにね感覚で打っていくと <laughs> まあその意味で怒られると思うので今から説明しますね。 で、はじめにですね、一つ分かっておいてほしいことがありまして、まあ、このスイングエリアにさ、真ん中このポケモンボールみたいな区切り入ってるでしょこの区切りって実は意味があってですね、これがジャストラインって言われるところなんですよ。<laughs> そうやって言うか分かんないですけど、僕はジャストラインってこれ読んでるんですけども、これね、前と後ろ、これスイングエリアじゃないですか。この中に球が入ってくると打ち返せるよっていうようなものになるんですけども、この真ん中の線に球が重なった瞬間にですね、ラケットを振ってあげるとジャストを打てるっていう感じになるんですよ。 で弾の捉え方に関してなんですけど。 まあこの映像を見ていただいたら分かりやすいと思うんですけども、こんな感じでちょっと巻き戻しますよ。こう、空いてる玉来てます、来てます、来てます。で、この玉の下に黒い、あの、玉っていうのが見えます。黒い影ですかねほら、ずっとこの黒い影下にもあるでしょうこれを目印に打っていくってことが大事なんですね。これ着弾した時は同じ場所にあるんですけども、浮いてる時はちょっとね、ずれてたりするので、まあやっぱりね、この黒い影を見て、この黒の影がジャストラインに重なるところでラケットを振る。ほら、見て。 これ今タップのマークついてるでしょ。これちょうどジャストラインに重なったところなんですね。なのでここで打ち返してあげると、ジャストが出るっていう感じになっております。なのでですよ、ほんまにこれだけですよ。もうほんまにね、注意すべき点は。もうここだけパンってやればジャストが出るっていう形になってますので、もうここだけ頭に入れてですね、ひたすら練習をしていただくと、まああの、非常にね、勝率、勝率ってか、あの、 ジャストを打てる確率ってのがね、どんどん上がっていくんじゃないかなと思います。なのでですね、返球するときは毎回自分の方を見てくださいね。相手の方を見ることも大事ではあるんですけども、この球がもう間近に来たときには、このスイングエリアのとこ見てください。僕いつもそうしてます。だいたい自分、 あの相手に、ほとんど相手の方を見てはいるんですけども、相手の動きとか見てる方が大事やったりするんですけども、ジャストを狙うときはですね、自分のジャストラインを見て打つ。で、もう打った瞬間にも相手の方を見てください。視線的にはね。で、またこっち来たなと思ったら、ジャスト狙っていく。ただ、この自分の線、何このジャストラインだけ狙っとったら相手にし、相手から点を取られてしまったりとか、相手前に詰めてきとって、ボレー実は打ってくるよ、みたいなパターンがありますので、ちゃんとね、あのー、 遠目では何て言うのかぼやかしながらでも相手がどん動いとったら分かりやすいじゃないですかなのでぼやかしながら相手がどこら辺におるかなっていうのは分かりつつですねこういうあの戦い方をしていただけたらなと思います常に相手の方は見るんやけども球がこっちに来た場合にはですね自分の方を見てすぐすかさずあっちを見るっていうのを意識して練習していただけたらなと思います で、ある程度練習してジャストがね安定して出せるようになってきたらですね、こういう感じスピードタイプに変えてやってみたりやとか、NPC の行動設定っていうやつでプレイスタイルをバランスに変えてみたりとかね、返球タイミングを毎回ジャストにしたりとか、あの、返球種類をスピンにしたりするとですね、結構難しかったりするので、そうやって練習していただくのもいいですし、あとですね、飽きた時に、まあ、ああの、すごいいい方法ではあるんですけども、このテニス野郎を使うっていうのが結構僕的にはおすすめとなっております。別に他のキャラとかでもいいんですけども、 僕は特にこの子のあののののああジャストを打った時の性能が結構好きなんんでねあの皆さんに紹介します、まあ、この子はですね、オートスキルでジャストカウンターってやつがついてるんですけども、相手がジャスト判定で打った時に一部を除く弾をジャストスピンで返球するとですね、ジャストカウンターが発動するっていうものなんですけども、まあ、これをね、あのー、やるにはですね、NPC の行動設定で返球タイミングをジャストってやつに変えてください。そうすることによって自分がジャストを打つとジャストカウンターってやつがね、発動するんですね。これマジで面白い 見てくださいもうここでね、相手がまあ、フラットサーブ、フラットサーブじゃないわ。あの、普通のサーブしてくるんで、そこは関係ないんですけど、相手がジャストで返してきた球をジャストで返すと、こうやって、オンザラインで返せるんですよ。めっちゃ楽しくないですか。もう、だからこれで、まあ、あの、マンネリ化をね、解消することができるっていう感じですね。ただ、相手もスタークラスのキャラなんでね、結構、あの、取ってくるっていうのと、まあ、俺が全然ジャスト出ない事件っていうのがね、発動してはいるんですけど、やっぱね、スピン スピンのこのね、ジャストっていうのは結構ね、球は速くて難易度高くなりますので、まあこれで打てるようになったらもう本物ですよ。もう実戦ではジャスト出まくりっていう感じになると思いますので、ぜひね、使っていただけたらなと思います。